ちゃった。これ小籠包の盛り合わせ、これをね、3皿頼んじゃいました。じゃん、この下にもこれ、1人1皿ずつ食べます。どうぞ。今日はね、りょうちゃんと合流したので、幕張海浜駅、海浜幕張駅か、このね、海浜幕張駅のすぐ近くにあるこれメッセアミューズモールかなのね、ところにね、小籠包っていう看板が出てるんですよ。でも当然ながら私たち小籠包大好きだから、今日はね、ちょっとそこに行っちゃおうかなと思います。アミューズメントモールを入ってすぐのところにあるみたい。このスピード感で包みたい。あ、よだれ鳥。大丈夫です。すごいよだれ鳥ある。なんか高橋と小籠包みたいだね。あ、ここ来てよかったね。なんかすごい面白いメニュー。僕はからしいる。しかもなんかさっき包んでたのこれだね、きっとね。そう、ゆうたんこれ食べたいってでかい、どんだけでかいんだ。食べない。しかもなんか値段的にもピータンパン結構良心的だね。5個で、6個で510円で、うん、めっちゃ美味しそう。1個で1000パクパクパク楽しみ。裏にもこんなにたくさんあるね。これなんか選ぶの大変だね。これかわいいよ。なんかお腹空いてるから。これかわいい。本当だ、すごい。なんか美味しそう。全部なんか食べてる。これかぼちゃかな。カニ味噌入り特大スープ。今日売り切れ。あ、売り切れ。あ、ほんと。さあどうする、こっちにする、それとも、これ売り切れなの。これ売り切れなんだ。ちっちゃいのカニ味噌の塩の棒がございます。あ、どうする、はい、これ同じ味なんだけどちっちゃいのあるって。こっちにする、うん、じゃあ、すいません、小籠包盛り合わせを3つ、はい、あと、カニ味噌シューマイ、あ、違う、エビシューマイ。エビシューマイも、あ、売り切れ。切れ見ます、詐欺も流し仕入れしたみたいですよね。申し訳ない。そうか。天使チーム確認いたします。はい。じゃあそしたら、よだれ鶏を一つ。よだれ鶏、はい。あと、豚バラチャーハンの、はい。じゃあ、あと何だったっけ。そう、プレミアムモルツ。プレミアムモルツ、はい。じゃあ、とりあえずエビシューマイがあるかどうか。はい、ちょっと確認いたします。はい、はい、お願いします。よだれ鶏来ました。ありがとうございます。今日の棒の塩だ。ありがとうございます。ひこさん入れてあげる。おいしい、入れてあげるからね。すごい、なんで味付けしてあるの。でも美味しそうじゃん。美味しそう、美味しそう。はい、どうぞ。これかこれかい。じゃあ、りょうちゃんお疲れ様でした。どうぞ。すごい美味しそうだね。これちょっと大人メニューなの。あ、すごい柔らかい、めっちゃ柔らかい。すごい下の野菜とこのピリ辛、ピリ辛だれの、なんかごまソースがめっちゃ美味しそう。美味しそう。いただきます。どう、美味しい。いただきます。入れてあげるよ。美味しくなかった。うん、うん。
美味しい。なんか見た目より全然そんなに味濃くない。テーブルに置いちゃった。これあ、もう拭いたからね。あ、そっかそっかそっか。酢醤油作る。お酢と黒酢があるけど、黒酢の方がいいよね。ごめん、どうじゃ。生姜もらったからちょっとだけここに入れて、中に入れて、いただきます。うん、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 豆苗の味です。はい、こっちの芋ですね。美味しい。うん、ね、もう一個食べて。いいよ、食べていいよ。はい、どうぞ。あげるよ。美味しい。これもね、なんかちょっと、なんだろう、八角かな。あ、すいません。あ、はい、ありがとうございます。これをね、3皿頼んじゃいました。じゃん、この下にも、この下に3皿頼んじゃった。これ1人1皿ずつ食べます。どうぞ。みんなで食べ比べしようと思った。すごい。おー、いただきます。あ、でもその前によだれどれ食べよう。うん、おいしい。辛い、辛い、辛い。うん、どうぞどうぞ食べてください。すごい、この野菜と一緒に。うん、おー、ねだれどれ美味しいね。高橋と小籠包のやつとはちょっと違うけど、これなんかすごい辛みが効いてて美味しい。うん、夫婦してね、気をつけてね。こっち行ってみます。これカニ味噌小籠包。これ汁、おー、美味しそう。いただきます。すごい見えるかな。いただきます。あ、美味しい。あ、優しい。うん、おいしい。うん、おいしい。そして黄色、ママも黄色いってみようかな。黄色ホタテ小籠包。一つ一つスープがすごい。スープがすごい。いただきます。あ、うん、おいしい。うん、おいしい。なんかホタテがほのかにって感じだね。あ、貝柱が入ってんだ、そのままこれくらいだしは。これホタテ缶じゃなくてホタテの貝柱を直接入れるのもいいかもしれない。こっちがなんか、ね、メニューでおすすめって書いてある。プレーンかな、多分ね。このオリジナル、おー、すごい。あ、おいしい。全部おいしい。うん、おいしい。プレーンだね。緑はなんだろう。緑は書いてないけど、これ多分だけど、消去法でいくとエビ。多分これ緑は消去法でいくとエビです。じゃーん、これもまた、おお、いただきます。あ、なんかエビの感じしないけど、うん、エビだ。うん、これ美味しい。私これ好きだ。うん、ホタテよりこっちが好きだ。最後にこれじゃん。
さっき包んでたやつ、これ1個ちょろって出るのが絶対大事なんだね、これね、きっとね。いただきます。おぉ、潰したら汁がピュって出てきちゃう。見えるかな、見えるかな。とりあえずいただきます。うん、おいしい。うん、黒い生地が何なのか分かんないけど、多分イカスミなんだろう、分かんないけど美味しい。でもなんか私この中だったらエビ小籠包が一番美味しかったです。いや美味しかった、すごい満足。なんか小籠包いろんな種類があったんだけど、なんか私いつもね、どこに行ってもホタテの小籠包がね、いつもすごい好きで、あのだいたい多めにねホタテの小籠包頼むんですけど、ここのはねエビの小籠包がなんか一番美味しかった。いやー満足満足。ネコさんどうだった？楽しかった。楽しかった。知らない。なになに、何の話？やだやだ。もなんでママに教えてくれないの？なになに。ドキドキママをね、あの何なのよこの人、時々なんかこう、いや気持ち焼かせようと思ってということでね、今回はね、あ、赤になっちゃった。ほい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 。ということでね、今回は海浜幕張駅の北口をね出たところのメッセミューズモールの中に入ってるね、小籠包の店に行ってきました。あれ名前なんて読むのかね、チャコかな、なんか読み方わかんなかったんだけど、小籠包大好きなので大満足の晩御飯でした。ということで今回の動画を見て、もし美味しそう、行ってみたいと思っていただけたらぜひ行ってみてください。そして高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとねコメントもいただけるととっても励みになります。よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃねー。え、何内緒話してんの？何内緒話してんの？ニコタン何内緒話してんの？いや、なんでもない、なんでもない。なんだよ。